ルノード賞、またはルノード賞はコンクール賞、フェミナ賞、メディシス賞、アンテラリエ賞と並んでフランスでの最も権威ある文学賞の一つである。17世紀のジャーナリスト、テオフラストルノードにちなんで1926年に文芸評論家、ジャーナリストらによって制定された。ルノード賞の名前の由来となったテオフラストルノードはジャーナリスト、医師、 慈善事,事業家であり、ルイ13世紀下の1631年に、リシュリューの支援を得て、フランス最古の新聞の一つ、ラガゼットを創刊したことで知られる。ルノード賞ーは、1925年のコンクール賞の発表を受けて、10人の文芸評論家、ジャーナリストらによって創設された。彼らは、権威あるコンクール賞の審査、選定の偏りを批判し、 これを補正するためにもう一つの賞が必要であると考えたのである。こうした経緯から毎年11月初旬にパリ2区にあるレストラントルーアンでルノード賞受賞者とコンクール賞受賞者の発表が同時に行われる。両賞の受賞者が同じであった場合はルノード賞受賞者も一人選出する。コンクール賞の賞金は10ユーロ。ルノード賞は賞金はないが受賞作は 平均22万部の売上増となる。1992年に高校生のルノー道賞が創設された。これは、テオフラストルノードとの会が高校生のコンクール賞に倣って、ルノー道の生誕地ビエンヌ県ルーダンの高校生のルノー道賞を創設しようと提案したことに橋を発する。さらに、2001年に、随筆ルノー道賞、2009年に、 ペーパーバックバングの労働賞が創設された。受賞発表が行われるレストラン、ドルーアン2007年に受賞をめぐる論争が起こった。候補に上がっていなかったダニエル・ペナックの、学校の悲しみが受賞したからである。実際、学校の悲しみが出版されたのは10月末であったが、もう一つ、学校の悲しみは、競技の小説ではなく、自伝であるという問題も指摘された。 候補に上がっていたクリストフ・ドネールは審査委員長のフランツ・オリビエ・ジスベールが1995年にコンクール賞を逃したことでドネール候補作つの間の王の出版社であるグラセ社に恨みを抱き審査員を操ったのだと批判した。ジスベールは実際候補に上がっていない作品が選ばれたのはこれが初めてであると認めた上でスケープゴートが必要なだけだ。実際 ジャンマリギュスターブル・クレジオやパトリック・ベッソンのような偉大な作家を操れると思うのかと抗議した。この結果、決定に変更はなく、ドネールはメディシス賞をはじめとし、他の賞の候補にも上がっていた、束の間の王をすべて取り下げた。2019年現在の審査員は、フレデリック・ベグベで、ジョルジュ・オリビエ・ジャトーレノー、パトリック・ベッソン、ドミニク・ボナ、ジェローム・ガルさん、 ルイ・ガルデル、クリスティアン・ジュディセリ、ジャン・マリギュスターブル・クレジオ、ジャン・ノエル・パンクラジである。ありがとうございます。